10月30日、東温市横河原の東温市消防署前広場で、ワイナイナランニング教室が行われました。東温市のランニング文化のさらなる発展を目指し、園児から大人まで多くの人にランニングを楽しんでもらおうと、東温ランニングクラブが企画したものです。この日は東温市総合公園芝生広場を走る初心者コースと、重信川河川敷コースを周回する中上級者コースが行われ、およそ60人が参加しました。参加者はオリンピック2大会連続のメダリストワイナイナさんの解説を受けながらウォーミングアップを行い、自然に囲まれた東温のコースをメダリストと一緒に挑みます。じゃあ行きます。ゆっくりじゃん、ゆっくり。頑張った。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。いい経験です。いい経験です。いい経験になりますよ。いや、いい練習になりました。すごい。このだったらね、パンいけます。ウィンク出ちゃう。ちょっと練習しよう。はい。さっき教えたやつ。したいです。はい。毎日します。変わります。はい、よろしくお願いします。ワイナイナさんのペースメイクが良すぎて、もうペース上がっとったんですけど、やっぱ自然と上がってた感じで、全然きつくもなくいいペースで走ることができました。世界のペースを、体験することができました。ありがとうございました。あのエリックさんの走りがすごく軽く走ってるんで、速くないだろうと思って時計見たらめちゃくちゃ速いペースでいや、あの走りを学びたいと思ってきたんですけど、いや見れてよかったです。ありがとうございました。前にリズムのいいワイナイナさんがいると、やっぱり自分もリズム良くなるんで、すごい良かったです。すごい貴重な体験ができました。ワイナイナさんと一緒に走れて、後ろ走れるなんてもう一緒に一度なんで楽しかったです。やっぱり硬いね、みんなだからタイムするのはないんですよ。肩甲骨ね、一番大事です。走ってる腕動いてないと、やっぱり30キロ超えるとなんか反ってるみたいような、リュックなんか反って走ってるような感じになっちゃうんです。だから柔らかくない、柔らかくなるのために、毎日これやった方がいい。これいや、子供たちはすごく速くてびっくりしましたはい、子供たちは逆にいや実習しますっていう、すごいなと思った。これはもうマラソンコースですよ。すごくいいコースです。信号もないからすごくいいコースです。あと12月今治の方行きます。ぜひ皆さん参加してください。待っています。あの東温市すごいそのランニングの環境に適したところが多くて、この河川敷の綺麗なコース、信号のないコースで綺麗な空気のところを走ってもらったら、もうランニングの素晴らしさが分かると思いますので、ここはあのサイクリングロードとしてすごい有名なんですけれども、あの平坦で距離感のつかみやすいコースということで、あの両方ともランニングに最適の場所だと思いますので、ぜひ走ってみたい、見てもらいたいと思います。皆さんあのすごい走るのを楽しんでもらえて、それもあのワイナイナさんのそういう気さくな人柄とあの盛り上げ上手ということで、いい雰囲気でいい表情を見せて走ってくれたと思います。ワイナイナさんには今後も来てもらいたいと思うんですけれども、今後あの皿ヶ峰であったり、いろんなところを走って、いろんなイベントですね、トレイルランであるとか、中島ラン、午後島ラン、島ランなんかもやってみたいと思ってます。参加者はゴールの喜びを分かち合いながら、ランニングの楽しさを振り返っていました。ワイナイナさんと同じコースを一緒に挑めた貴重な体験となったようです。